吉田さん、ぜひね、ビジネスの方、本当、私にずっと見せ続けてほしいなと思います。私もそうは言っても、ビジネスやっぱりやるんですよね。隠居と言っても、何がしかで、セールスしてみたいなとか、集客してみたいなっていう欲求は抑えられないんですよね。まあ、生まれついての商売になるかもしれません。そういうことを言うと。あの、赤字でもやってましたからね。10年間赤字でもやってましたんで。黒字なら、なおのことやりますよ。 今回の名言はねヨハネス・ケプラーという天文学者の言葉なんですけどもこういうふうな言葉があるんですよ「喜びは人生の要素であり人生の欲求であり人生の力であり人生の価値である」というふうにねだから全ては人間は喜びとか快楽のために行動しててるってことなんですよね。その快楽が他者に理解されないことは多かったり瞬間的な快楽であったり長期的な快楽であったりさまざまなんですけどね 例えばなんで私たちは税金を払うんでしょうかそれは税金を払わないと逮捕されてねひどい目に遭うっていうそういうふうなね痛みから逃れるために自由をを確保するために税金を払うわけなんですよなんで私たちは人に嫌われまいとするんでしょうかそれは嫌われると余計なトラブルが降りかかって好かれるとなんかいろいろね力になってもらったりとか相談に乗ってもらったりとかあ安心して日々が過ごせるからなんですよね だから全てこれは快楽とか喜びに基づいて人は行動してるんですよ。じゃあなんでね、人は自ら命を絶つようなことをするんでしょうか。これはですね、生きてることと死んでしまったことを比較するときに、死んでしまった方が楽なんじゃないかなっていうふうに考えるからじゃないですかね。生きてる方が楽だからって言って、うん、逆の方向を行く人はあんまりいないなぁと思うんですよ。まあ、自らそうやってね、命を絶つ方の気持ちは私は、 正確には分かりませんけどもまあでもいろんな要素がありえるなっていう中に人の行動原理ってののは喜びにあるのかなと思います、まあ、この億万長者化手もねあのやっぱり順番が大事さの順番でいうのは上下するんですけどもでもなんかねなくしたくない喜びの一つであるかなと思いますただ相対的にもっと大事なことが今日はこっちだよとかねあっちだよっていうものがあられますんでそれはやっぱりそういうところを邪魔せずにでも まあ緩やかに続いていくだろうなっていうふうなお互いのねこの距離感を打ち合わせをしたわけでもなく契約をしたわけでもなく続いていけるからこのあうの呼吸で2つの労は動いてるのかなと思うんですよねでちょうど10年の年齢差があるってところもなかなか面白くってうーんやっぱねお互いに10年っていうとでも共有してる価値観が同じものがあったりとか違うところから学び合えたりとかね非常に私も。 吉田さんもね、ほんと大したもんだなと思いますよ。毎月セールスしてる。まあでも平たく言うとね、吉田さん、会社で経営してたら商品売らない日はないと言った方がいいですよね。これ、はっきり言って。だって、どんな潰れそうな飲食店でも、どんな潰れそうなあの裏通りの商店でも、1日に1個ぐらい売れるでしょ。 つまり一日に一個誰かに何か売ってるっていう、そういうふうな営業努力があるんですよね。で、逆に言うと、なんかネットビジネスで稼ぎたいっていう人が売れない日々をヘラヘラと過ごしてるところに、なんかね、あの、売れない飲食店レベルの教授はないのかなと思っちゃいます。で、廃墟の話出ましたけども、私思うんですよ。あの、日光の鬼怒川ってところに廃墟があるんですけども、 すごいなぁと思うのはね、あれだけの設備を潤わしていた時期があるってことなんですよ。つまりは、一発当てた時期があるってことなんですよね。どんな廃棄も。もちろん営業前に潰れてしまったようなね、そういったあのー、倉敷にあるホテルアレカレデアみたいなのはね、ちょっと違いますけどね、100億円高、総工費をかけて、建設中にバブル崩壊で、建築資材を現場に置いたまんま、中断。その後ずーっと、 つかずみたいなね廃墟スポットの一つですけどもまあ壮観なもんですよあれだけでかい廃墟があったら google マップでも見えますけど私は現地に行って撮影もしたことありますけどもまあすごいですね近くにはホテルラ・レインボーっていうのがありましてこちらの方はあの何ですかね観覧席がね上空までこうやって上がっていくんですよねで上空まっていくワイヤーが切れずに今でも風に揺られてキュキュッキュッキュッ音がしてるんですよね不気味ですねでも廃墟とえどもとい 一時期はものすごくたくさん人を集めてものすごくたくさんお金を集めたそんなとこだったっていうのが分かってその人々が行き交った賑やかな時期とねそれから自然に飲み込まれていく朽ちていく廃墟の道に進んでいくその悲しさとかな何かね混ざり合って言いようもないようなね胸に迫るようななんか複雑な感情を呼び起こします。私としてはすごく 喜びの感情とか楽しみの感情で廃墟ってものはたくさん見てしまうんですけどね実際に廃墟担保とか行ってますしねで不動産の仕事をしてた時って大体、あのー、廃墟とか廃屋を更地にしてそこに何か建物を作るためのお幼虫を開発しようかみたいなことばっかりだったんで本当廃墟にはね圧倒されますねいつもどんな山奥にもどうやってこれ建築資材を持ってきて建てたのっていうような立派な建物があったり あのアスファルトの道なんてないのにその向こうには団地とかマンションみたいなね複合住宅があったりとかするんですよ本当にこれすごいなと思いましたね人海専属で人がこうやって持って歩いていったんですよ猫とかでこうやってねいやすごいなと思います、うん、まあでもねいろいろと今廃墟の話にずれちゃいましたけどもビジネスである以上よく考えたら毎日物を売って当たり前なんですよねで私たちはネットビジネスやっていてあの毎日売る必要がないわけですよ 単価もそこそこだし、設定がね。それから、毎日露出はするけども、セールスする時期を、こう、絞っていくからこそ売れるってところもありますし。で、何だったらね、いつでも発注が受けれるわけですよね。あの、先月、セールスシーいあの商品ないんですかって言ったらデジタル商品なんで、まあ、セールス期間終わったけど、いいですよ、売りますよっていうこともできますしね。うん、だから一回、そのデジタルの商品作ると、セールスをしてない時でも、 なんかこうコミュニケーションが起きた時にダイレクトメッセージとかあった時にあなたにはこういうのがあるいいんじゃないですかっていうふうに自分の手持ちの商品からスッと出せるっていうのがねうんすごいいいところだなと思いますよね吉谷さんはそれをうん隅から隅まで使い切ってるってところがコンテンツビジネスキングと言えるかなと思いますなんかあのキングオブコインっていう人がねいましたけどねキングオブコンテンツそれが吉谷さんなんじゃないかなというふうにあお後がよろしいようでじゃあまあ無理のないように頑張ってください 旅っていうのは面白いですね、やっぱりね。吉田さんが、だから旅を続けていて、羨ましいところもあるし、私は今、安定ってものを今ね、手にしてますけども、安定の中でも、小さな挑戦が日々続いていたりとか、うんなんかね、やっぱ考えますね。まだあと、何億稼げるかなと、稼ぎたいなというよりも、何億稼げるかな、みたいな好奇心が出てきますね。投資の世界では、はっきり言って、その FX を使ってね、 稼いでますけど、アフィリエイトの稼ぎの速度には全然追いつかないです。だからアフィリエイトを一発目にやっといてよかったなと思いますね。だからそのタイミングも大事だなと思いますね、ビジネスは。今このビジネスやらないと、数年先には枯れちゃうよみたいなのがあったり、自分の意欲がしぼんじゃうよみたいなのがありますからね。でもどこにいてもあれじゃないですか、コンテンツビジネスってのは続くんですよね。まあ、ナミさんもコンテンツの作り方って成立今やってましたけども、あの後どうなっていたかな。まあでも本当に、 これに尽きるかなと思います。コンテンツビジネス。コンテンツイズキングですね。いらっしゃい。